はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は加勢してくれるキャラクター強さランキングやっていきたいと思います。このゲーム、街の人たちも仲間になって一緒に戦ってくれるんですよね。で、強い人を探すの結構楽しいです。今日は俺のおすすめのトップ5を発表していきたいと思います。それでは行ってみましょう。それでは第5位からいきましょう。第5位はここにいます、フラックレッジ港ですね。フラックレッジ港の、船から出て山の上に登っていきます。そしてずっと登っていったところの小高い丘の上にそいつはいるんですよね。まあ、クリアした人は、もう出会ってるかもしれませんけども、まあ、出会ってない方は探してみてください。とにかくクラックレッジ港の上の方にいます。ここですね、こいつ、100の屍のバンデラムですね。まあ、ボスキャラクターだったと思います。こいつが、第5位となっております。誘惑もしくは、導くでいけますね。あと雇うでもいけるのかな。こいつは雇うでもいけますね。うん。でも61440となかなか高めなので、まあ導いたり誘惑したりするのが無難ではないでしょうか。行きましょう。で、この100の屍のバンデラムなんですけども、5回使います。5回使えて、必殺技が、バン試験って読むかな？バン試験。これが8回攻撃なんですよ。剣での8回攻撃。なので、剣属性のやつに対しては、ものすごくシールドを削りやすくなってます。でも、これね、あんまり出ないんだよね。大体は、鬼人斬りが出るんだけども、まあ、運が良ければ、バン試験も出るんではないでしょうか。まあ、とにかく攻撃力が高めなので、最後の方まで使っていけます。あ、出た。できた。あんまり出ないんだけどね。それでは続いて第4位です。第4位はここにいますね。フリジット監獄島です。ここに行ってみてください。そうしますと、ここ、大監獄の中に入ってください。この中に、そいつはいます。かなり序盤のところなんですけども、まあ、それでもかなり強いやつがいるので、なかなか行く人はいないのではないでしょうか。夜になるとここに現れます。こいつですね。強さが、10なんですよ。最大。で、得意技は神殺しの牙。囚人番号、186666ですね。まあ、変な名前ですけども。で、夜にしかいないため、雇うしかできません。しかも雇うには、15万必要なんですよ。15万。で、3回しか使えないので、なかなか、高いやつなんだけども、こいつが第4位です。では、使っていきましょう。囚人番号186666。必殺技は神殺しの牙だけども、これもね、バンデラムと同じく、あんまり出ないんだよね。うん、全体攻撃の闇魔法みたいなのを使うんだけども、それかどっちかです。どっちが出る？働いてもらうぜ。神殺し出た。うん、まあ、一瞬だからちょっとわからなかったんだけども、まあ、2500ぐらいを、8回最大で与えることができます。もしくは全体に闇魔法、深淵だったかな、深淵っていう名前だったと思うんだけども、それを3回だね、 1500×3 ぐらいのダメージを与えることができます。まあ、とりあえず結構高いので、雇う前にセーブした方がいいです。それでは第3位に行きましょう。第3位はここにいます。ウィンターブルームですね。ウィンターブルームの盗賊街の方にいます。ここに酒場があるんだけども、酒場の中の端っこ、こいつですね。昼間には外に出てるんだけども、誘惑とか導くは効きません。こいつは雇うしかダメなんだよね。こいつ。ゴッドオブスティール、強さ9ですね。で、高いです。10万です。
3回しか使えなくて、10万なので、なかなか、高めですね。まあ、火星に出さずに、そのまま才能として使って、傭兵を 30% 引きするっていうのもいいんでしょうけども。まあ、とにかくゴッドオブスティール強いですよ。それでは使ってみましょう。ゴッドオブスティールですね。効果は、シールドを3削るです。しかも、無条件で全体攻撃です。全体を無条件でシールド3削る。これとんでもなく強いです。ただし、ダメージありません。ダメージはゼロです。で、絶対これが出るわけでもないんだよね。結構出にくいです。スリープスラッシュとか、千獣の刃とか、そのあたりが、よく発生します。頼むよ。しっかり働いてもらうぜ。おー、出たー出たー。多分出る確率は3分の1ぐらいだと思います。それでは第2位に行きましょう。第2位のキャラクターはここにいます。カナルブラインですね。カナルブラインのここ。大聖堂があるんですけども、この中ですね、この子です。神官で、昼間は仲間にすることができません。誘惑とか導くは効かないですね。夜に雇うで仲間にすることができます。ここですね。で、同じく雇うと高いです。15万、とんでもなく高いので、まあ一応使いたい時にはセーブして試しに使ってみてください。それでは早速使ってみましょう。この神官の技は大聖者の盾。で、大聖者の新盾違うか。うん。まあとにかくこの盾ですね。これはほぼ 100%。いや、うん、外れたことはないね。100% 発動すると思います。効果としましては、完全無敵になるが2回つきます。うん、物理も、魔法攻撃も2ターンだけ、2ターンじゃないな、2回受けるまでです。なので強いんだよね。ターン数じゃなくって2回受けるまで、それが持続します。しっかり働いてもらうぜ。いけ。で、これね、残念なのが、アグネアの踊り子の技のこれ、希望の歌、これでね、増えないんだよね。おそらく、まあ、奥義なんだろうね。奥義扱いだから、これは増えません。なんとも残念だね。でも、これ、2ターン、つきますので、ほらほら、全然効かないのよ。いい感じです。で、新刊は2回使うことができますので、最大4ターン、完全無敵になることができます。これはね、強力なボスとかで使うとかなりいいですよ。それではここからが番外編です。ここにいますね。ウェルグローブです。ウェルグローブのここアルロンド邸ですね。ある程度ストーリーを進めていくとアルロンドが登場します。こいつ戦闘ではね、全然使えないんだけども、レベルを上げるときにものすごく、役に立ちます。経験値が2倍、10倍、100倍か、になる能力がありますので、レベル上げのときだけ使うことができます。で、雇うときには16万必要なので、雇わずに昼間にして、連れて行った方がいいですね。昼間だったらば、誘惑。誘惑はちょっとね、成功率 2% なんだけども、導くだったら絶対連れて行けるので、連れて行ってみてください。レベル上げにはこいつがいないと話になりません。さあ、それでは第1位に行きましょう。第1位はここにいます。ティンバーレインですね。ティンバーレインの右上のところに裁判所がありまして、その前にいます。こいつですね。昼の間にしか、出現しません。導く、もしくは誘惑、どちらかで連れて行ってください。まあ、誘惑は 42% と若干失敗する可能性がありますね。あ、これレベル99の状態ですね。導いて連れて行きます。さあ。それでは、ハンジ、使っていきましょう。ハンジの技は、正義の天秤ですね。
デバフとバフを同時にかけるっていう技になります。これしかも全体なんですよ。バフも全体、デバフも全体で、しかも5回登場することができる。これは強いですよ。ただし 100% 正義の天秤が出るわけではありません。結構ガベルが出やすいんだよね。あと天罰もたまに出る。どうだ、正義の天秤出て、富士さんガベル、次は頼むよ。出た、ようやく出た。物理と、属性の攻撃力アップですね。で相手には、物理と属性の防御ダウンか、うん、まあテメノスと、ソローネが夜に戦う状態と同じ感じになるということですね。ガベルー、はい、ということで今日は加勢してくれるキャラクター強さランキングやっていきました。5位から1位まで発表しましたけども、皆さんはどんなキャラクターを使ってますか。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。